俳優の駿河太郎、三船美佳が MC を務める MBS テレビ10人10色から家の数だけある家族の形、毎週土曜あと5時、関西ローカルの28日放送回では築96年の古民家を大転換リノベした家が紹介される。舞台は東京都青梅市。住人主は双子のいる4人家族で、6年前都内の人気エリア世田谷区から自然豊かな青梅に引っ越してきた。住まいは築96年の古民家。傷みが激しかった外壁の杉板は全て張り直し、昭和の味わいが残る建具はそのまま活用している。30畳を超える一つながりの大空間はどこかモダンな雰囲気だが、あえて古民家感が出すぎないようにリノベーションしたという。